そしたら。だから言ったじゃん。何が？鍵開いてるし、物音するから警察呼ぼうって。お前だってもしかしたら閉め忘れたかもって言ってたろ。あんただって、空き巣なんてないないなんてのんきなこと言ってたじゃん。いや、うるせえって。だってこんなのありえないだろ。優雅にしろよ。お前ら抵抗しようなんてマジでおこめだ。ライキ君は勝てる自信がありましたか？関係ありません。ユーマさんだけ仮面じゃないのは関係ありますか？関係あります。ライキ君は勝つって分かってましたか？ちょっと待って。デジャブかな？デジャブか。ゆいちゃんがビンタしたことは関係ありますか？はい。大輝さんとこの犯人二人は知り合いですか？いいえ。ゆいがビンタしなかったら大輝は飛びかかってなかったですか？いい質問ですね。大輝くんはビンタされた時に痛みを感じましたか？いい質問ですね。大輝くんは虫歯ですか？いい質問ですね。はい、口の中だけの麻酔を打ってましたか？いい質問ですね。はい。大輝くんは会社の麻酔で痛みがないことを夢の中だと勘違いしたから飛びかかって正解です。数時間後に麻酔が切れます。お大事に。なんであんた飛びかかったの？いや、ビンタされて痛くないから夢だと思ってさ。